実況パワフルプロ野球タクヤです。立教カラフル見てみろ立教あの立教カラフル見てみろ和也です。屈強パワフルマッチョなやつ、あひどいなひどいな、小島です。ひどいないや立教も立教もです。屈強パワフルマッチョなやつはい、ということで、はい、今日はですね、パワープロですね、はい、e ベースボールパワフルプロ野球2020にやっていきたいと思います、はい、よし。これがね、はい、あのまだ僕手に入れてないんですけど、本当ですか。なんか神ゲーっていう噂だけ、栄冠ナインとかね、はい、またちょっといろいろ変わって少しだけね、はい、最高なんだよ。青島持ってるんだ。もう発売日に、久々に発売日にゲーム屋というか電気屋さんに行って買いました。僕はいいね、はい、ね、うん、なあこれもやっていこうじゃないかと、はい、はいはい、お願いします。まずは今日はですね、いろいろね、サクセスバッグ、はいはいはい、はい、やることいっぱいありますよ、ね、アイライフとかもね、いろいろありますけども、うん、対戦もいいですね。いいですね、対戦もいいじゃろ、たまにはね、いろいろある中、うん、今日は、うん、はい、選手データを見ていこう。なんで？うわ急に怖っ怖っいやその怖っ怖向けどうなんだろうという、たまにやりますけどね、能力どうなってんのかと。大丈夫かな。え、いや僕はそのあん時のあん時のプロ野球でちょっとデータ止まってるんで。あん時のってすごい。あと我々がやっぱ熱中して見てたのってやっぱ3年前ぐらいまでかな。大谷君とかが日ハムにいた時とか。僕もう少し前かな、あのダルビッシュさんとか、堀初柴、だいぶ昔のロッテだな。小宮山とかあの辺の1990年代のロッテじゃないですか。あの辺かな。いや古いです、ね、あそう、吉岡とかあの辺、黒木とか好きだったかな、ジョニー、あーそう、僕西武今でもめちゃくちゃもう試合とか見たりしてるんで、うんうん、パリーグは割と詳しいというか、うん、なんか言えると思うんですけど、セリーグがちょっと薄いな。なるほど、まあまあだからそういう、まあ、分かる範囲でね、分かる範囲で確認の意味で、うん、はい、見ていこうじゃないかと、はい、あでも選手データっていう、これがありますから、選手データすげえ。でもこれ見がちですよね、どうあの選手どうなって、ね、どうなってんだろうとか、う、ね、うん、能力、じゃあどっから行きたい、まあ優勝チーム、この、ね、セリーグ、パリーグ、セリーグ制したヤクルト、ヤクルト、パリーグ制した、うん、バファローズ、この辺から行きましょうか。そうですね、はい、行、ね、はい、きましょう。じゃあヤクルトから、はい、おー、小川、ライアン、ライアンね、はい、やっぱいいね、安定してるな。本当だ、コントロール、ビスタミナ、本当だね。ただやっぱ防御率とかも加味するとやっぱこうスロースターターとか全然とかつくんだね。ちょっと前世紀からちょっと落ちたんですかね、うん、まあ今でも前世紀というか。なるほどね、うん、石川、うわっ、ゲーベテラン、コントロール A なんだ。いやでもいいね、なんかね、すごい石川でも、うわ去年の防御率いいね。本当だ、でも使い手なんかこう決まったところにちゃんと投げられるっていう、ね、4球種あるっていいっすね、やっぱり。少し腕がね、うん、曲がったものなんだよね、ちょっと。そうなんですか。ちょっと関節がね固定、されちゃってるのよ、その怪我とかで。それがいいんだ。それが逆にピンって伸びないみたいな。はい、そう言ってたよ。すげえ。田口ね、田口は巨人から移籍した田口。でも強い、5勝9敗あ、でも9敗でも巨人にいた時からまあ普通に活躍してましたよね。そうね、能力はでも強いな。そうだね、まあまあまあ先発だけど、うん、まあ、中継ぎもできる、中継ぎもできる、スタミナちょっと奥が、はい、奥が組みていいんですか。見たい。そうだね、うわぁ、コントロール A だ。スタミナが D なんだ。本当だね、またアップデが入るんですかね。でもしっかりと、うわぁ、奪三振、リリース、打球、スタミナ D だとかなりテンポよくアウト取っていかないと。完投は難しそうですね。でもそうか、今年のほら、あの今いいもん、ね、佐々木朗希みたいになんか2、3年後ガラッとまたとんでもなくなってそうな。だって2年目とかですね、まあ、2年目、3年目ぐらいですね。まだ20歳ぐらいじゃないか、21とか。あ、プロフィールが見れる、3年目だ、20歳だ。は
はあ、でも20歳でコントロール155キロって相当まだまだ伸びしろが。あと今ね、こういうの見れるんだって。うん、よーし、夏風の色、神宮の花形に足首の柔らかさが腕のしなりを導く。足首柔らかいとかあるんだ。もうここがこう踏み込んだ時にこう、なるほどなるほど、グッといくのかな、うんうんうん、地球と縁を切り屈託なく前進する。おしゃれですね。なんだこんな全部見たくなっちゃうね。文章もおしゃれなんだよね。でもまあ全球団見るからポンポンね、ポンポンポンいきますか。はいはいはい、まあ、この辺はそうか、マクガフとかも、うんうん、一応ねやっぱ抑えね、うん、寺島選手なんか甲子園のスターですよ。遠いとかだ、履正社なんか、どこ大阪の方の、うん、え、あの寺島じゃないでしょ。あの寺島お前が思ってる、はい、あの寺島、あ、寺島寺川じゃない、お前が言ってソフトバンク違う、あの157キロ、寺川じゃない、寺原っすね、寺原、あ、寺原、寺原だ、寺原、寺原はもう、そっか、今はいないと思う。そうだよね、はい、うん、やってんのかな、寺原。腰とかかっこいいな、伸び球速い、強いっすね、やっぱ。ちょっと野手行ってみましょう、はい、野手行きましょう。お、はい、中村、正捕手、うん、いやいい、もう、うわ、肩、いや、もうこれで肩 A あればもう他の能力は全然ね、気にならないよね。バント職人とか、このいぶし銀な感じですね。いいですね、うんうん、なんかもうちょっと守備力とか補給欲しい気がするけど。確かに、うん、こうが中村の14年目、もうベテランなんだ、ね、ちょっと。ベテランだね、うん、そうだね、うん、女房役、自己犠牲をいたわず選球眼にも進化を。本当、いい、ね、本人本当にそう、うん、本人そう思ってる、自己犠牲いとわないその本人の意思だから嫌だよの顔してる。嫌だよ、俺自己犠牲嫌だよまあなくはないかもしれない、そのつもりないけど、ね、行きます、山田哲人。いや行きたい、ちょっと見たいです。うわ、あの E と D、 うわでもいい、いやいいな、パワー A、 走力もいいだしね、打率がちょっと低かったから D なんだ。でもちゃんと4盗塁でもあの総力 A にしてくれてるのはありがたいね。そっか、過去の実績なんですね。うん、ね、あと足速いのは変わらないと。盗塁っていうよりそうだね、一周が速いんだわね。走塁、走塁は速いけど盗塁はついてないんだ。なるほどなるほど。でも守備力も全体的にもう強いわやっぱり。強いね。これはいいね。村上くんいきますか。村上くん見たい。はい、あーいい。あ、でもやば、パワーもうちょっとあってもいいと思ったけど。そうか、本当だ、39本。でも、あ、いいよ、4番を任せられる。 MVP でしたっけ。あ、そうなんだ、ぐらいの感じでしたよね。もうちょっとじゃあ欲しいね。まあ、でもこれだって村上くんまだ3年目4年目ぐらいじゃないですか。だってちょっと5年目か、5年目だ、すげえな、22歳ですよ。だってすごいわ。いや、まだまだこれ伸びるだろうな。紹介文、あ、紹介文いる。日本を代表する若きスラッガーが天空を支配。超かっこよくない？プロ野球選手ですよ。天空を支配。一切の妥協を許さぬ熱血感に 男だね。男には本塁打王も通過点に過ぎない。かっこいい。かっこいいな。いや、もうこれだともう飛べる人の説明だね。そうですね。龍とかもね。山田も見ます。新たな黄金時代。5年ぶりの30発100打点をマークした主将。背番号1の勇士に傘の花が咲く。神宮はね、あれあれね、いいですね。傘の花が咲くとおしゃれだな。いいですね。傘持ってる。ちっちゃいやつね。いいな、あれいいですね。川端。川端も。そうか。川端好き。ヒットメーカーですもんね。そうね。押すな、押すな、押すな。押すな、押すな。押すな。内川だ。はあ、もう。これあの内川。内川です。あのソフトバンクと か今あんまりどう出てないのかな。出てないかもしれないですね。まあでも大ベテラン 40近いですもんね、多分。近は好きだな。何歳ですか。39歳。同い年だ。22年目頑張ってほしいね。もう2000試合、うん、まだまだですよね。そうね、うん、塩見とかかなり売り出し、塩見、はいはいはい、強い、いいね、足速いね、盗塁ついてて、一番バッターですね、はい、外野で理想的な、うんうん、塩見は何歳、若いと思います。ちょ25
社会人意外と言ってた。そうか、社会人から、うん、はいはい、ちょっと青木見ていいですか。青木、はい、いやー、まだこんなにすごいよね。すごいわ。まだ全然いいもんね、これな。青木選手何歳？40。俺の1個上だ。すげえ。青木選手と追いかけっこしとったんだ。マジっすか。あ、テレビ番組でね、番組で、あの、そう、あのプロ野球感謝祭、ね、うわ、あれ超面白いっすよね。あの青木選手が持ってるボールを取れば勝ちみたいな、2人ですぐバテた。全然追いつかない。そりゃそうですよ。じゃあ次行きますか。はい、はい、阪神、わあ、西ね、強い、すげえいいね。もうさ、西がエース的な感じ。そうですね、あ、まあ、西青柳とかその辺じゃないですか。なるほど。コントロール A、 いい、バシバシ決めていきたい。いいですね。いや、いいですね。もうちょっと多分勝率欲しかったんだろうね。まあでもいいね。青柳選手はあれですもんね、侍ジャパンですもんね。うん、強いわ、スライダー。やっぱりちょっとサイドのね、サイド気味の、いいね、ナチュラルシュートだって。そんなもんできる。そうなんだね。ほんとだ、ナチュラルシュート。うわ、いいですね。ちょっと変化するストライトが、ストレートがちょっとシュートする、うん、しかも高速シュートもあるから。ほんとだ、打ちにくそうですね。いいね。ほんとだ、使ってみたい。ガンケル、ガンケル強、栄養ドリンクって言うとユンケル。秋山ね、秋山、あ、あ、もうコントロールだ、ね、技巧派だ。ナックルカーブ、フォーク、強い。うわ、高橋選手、高橋すごいね。これ、このめっちゃすごいです。サウスポーですよね。あ、本当だ、ストレートがめっちゃ強い、うん、確かに先発強いな、阪神、大卒の5年目。今年怪我したんですね、確か。あ、なるほどね、うん、まあ、これから岩佐だ、岩佐だね。わ、頑張ってほしい。及川選手だ、横浜高校。へぇ、万波選手とかと多分一緒ぐらいじゃなかったでしたっけね。へぇ、強い、フォークすごい。岩崎選手、いい、ね、うん、私は見ます。ピッチャー強いな、阪神。うわっ、うわっ、めっちゃいい。めっちゃ評価高い。いいね、めっちゃいい。これ全部守備最強じゃないですか。絶対反らさない後ろには。かっこいいね。かっこいい、正捕手にしたい。こう立ち上がとかでドラフトやだったら、そうだね、取っときたいね。だからドラフトやりてー、やりてー、立ち上がドラフト。もう一人なんか正捕手とか取っといて。いや、いいっすね。ね、そのバックアップもあるよね。もう本当に、いや、いいね。あ、原口、あ、原口だ。あ、そんな出てないのかな。そうか、なんかインパクトはすごいありますよね、原口選手って、うんうん、めっちゃ打ってるイメージある、ね、うん、中野、あ、中野、あ、セカンド、若い選手ですよね、中野、2年目だ、うん、マルテ、マルテ、伊藤マルテ、キャプテンは、伊藤、あ、大山見たい、大山見たい、大山、うわー、D、B なんだ。でも肩 A だね。決勝だ。守備うまいんだ、大山。いやいや、でもエラーと。あ、エラー？でも肩 A、うん、守備 C だけちょっとミスが多いみたいな。あれか、でも、まあ、肩 A っていいね。ね、サードで肩 A。うわ、次やばいっすよ、次。いやー、あー、やべえ。だって前半戦20本ぐらい打ってませんでした、去年。すごいね。結構盗塁も6本してんだね。足も速いんだ。すごいな、弾道やばいな。サトテル、いい、ね、強い。まだまだこれからだ、ヨーカワ選手、近本見たいですね。来た、あ、めっちゃいい、やべ、来た、近本やべ。いや、これはドラフト1位候補あるな、1番バッター。でも盗塁ついてないんだ、でもまあ、これだったら盗塁できますよね、多分。1番で置きたいね、初球バント内野安打。1番にはね、もう絶対欲しい、近本は。水金近本取ってんかい。覚え方みたいな、近本くん。確かにこれは強い。あれ、元じゃなくて木だったら近本くんになってる。いいんですよ、なってるじゃない。確かに。いや、とだったらとか ないんですよ、くだったら。水金近本、うん、いや、いいね、強い、
ちょっと近本の説明、糸井選手だ、説明みたい、説明みたい、影を踏む存在すら浮かばない不動の一番だし、誰がか作家が作家が書いてるな3年目を始めて打率3割をクリアし、最短安打に叩いた。どういう意味なんだろう、影を踏む存在すら、だからもうだから脅かす存在、早すぎてか、いやいやいや、あの一番打者を狙う、あそっちか、要はこう後ろにも、あそういうことだ、影すら踏ませないぐらい離れてるっていう、次の要は次のスピードスタン、一番打者を脅かす人がいないっていう。えでも日に当たった影を誰も踏めないってことじゃないですか、早すぎて、違う、えそういうこと、違う違う存在すら、あでもまあまあでもそういうことじゃない、影早すぎて追いつけないちょっと、いや違うでしょ、ちょっと文章むずすぎて影を踏む、それだからおしゃれな、影を踏む存在すらかだから後ろに並ぶどころか影の分も踏めないぐらい離れてるってこと、いやでも足が速すぎて影踏めない、そういう意味もあるんじゃない、ちょっとこの解釈が多いのやめてほしい、この文章、いやそれがいい、多分そうなんですか、いろんな解釈、なるほど、それぞれ、うん、糸井とかね、糸井見ますか、わー、そうか、だいぶね、そうね、まあでもまだまだできますけどね、怪我もあるしね、もうちょっと、うん、うん、今シーズン盛り返してもらって、糸井選手は、糸井さん好きだな、うん、年齢とか見れるの、年齢も30後半 40か、1個上だね、あ、じゃあ青木選手と同い年だ、そうか、同じ学年だね、そうだね、よし、はい、次行きますか、はい、お、はい、タッチさんが好きな巨人軍、読みすみません、関東なんで巨人なんですけど、はい、菅野、ちょっと、ね、あでもなんか赤い部分がね、そうですね、まあ、圧倒的な感じはなくなったのか、菅野選手も、ね、強いけど全体的な、そうか、一応32歳、うん、そうだね、メジャー行くのかどうか、ね、はい、一応紹介文、円熟期に差し掛かった絶対的エース、冒頭スライダーに加え縦の変化でも牛耳、小出しの重さは必然、今シーズンは結構抑えてるイメージあるけど、うん、ここのとこ、今のところね、今のところ、はい、戸郷だ、戸郷さん、めっちゃ身長高いですよね、戸郷さん、へぇ、長身、書いた、身長書いてないか、すげえ、うん、メルセデス、はい、あメルセデスね、うん、ね、すげえ、カーブいいね、いいっすね、左投げでサウスポーでまっすらって、まっすらって何、ストレートがちょっとスライダーに、あーそういうことか、へえ、まっすらっていうの、はあ、かっこいい、なるほどね、高橋、うん、山口、はい、うん、そうか、戻ってきて、そうっすね、でも、まあ、今シーズン、うん、ですね、え山口ってあの山口、あの山口ですよ、横浜人大臣の、違う、あ違います、旬の方、DNA、あそっか止まってんだよな、和也さんのが情報がちょっとアップデートしてもらわないというか、そうだってあの山口っていうか、まあ、まあいましたけどね、風神大臣、鍵やね、オチと山口、オチ山口、うん、あ中川いい、ね、強い、鍵やって似ちゃうんだよ、そうです、そうです、帽子落ちる、そうですね、そあそうか、そう、中川めっちゃいいな、スラーブ、キレ、変化球がね、いいね、使ってみたい、桜井ね、うん、桜井は分かるし、で、あとはデラロサ、デラロサ、ビエイラ、ビエイラ、スケットが多い、あ、ビエイラ、あ、行きました、はい、はい、小林、うん、はい、やっぱ守備が、あー、なるほど、打撃がね、やっぱ肩いいね、やっぱどんぐらいでしたの、あんまり、うーん、最近はやっぱ大城選手とかに、そっか、0.93、うん、そうか、まあ安倍選手がね、いなくなって、そうね、苦しんでるね、はい、坂本、うわー、いやーこれはやばいわ、でも本当にだから3割乗る年だったら本当 BB ね、 BBABB とかあるんだね、いやでもね、未だにやっぱ弱点ないもんな、弱点がゼロ、ほんとだね、選手紹介見て、選手紹介見ますよ、そうですね、はい、おしもさえ、うん、チームの顔は炎の遊撃手、炎、
通算250本塁打渡し、守備率は両リーグトップ。すげえ。そうだよね、守備もいい。打って守れて、うん、最強、うん、あー中島。あ、中地だ、元西武、うん、はい。でも出てたもんね、ちょいちょいね。そうですね、一塁、うん、全然まだまだ、まだ、うん、青の活躍できます。特殊能力多いし、岡本、ここだよ、ここ岡本、ここですよ。わあ、なるほど、強いわ。いいね、守備もうまいってのはね、うん、今シーズン今のとこすごい調子ですもんね、うん、あ、いいな。もうちょっと率が上がればマジで三冠王ですね。そうだ、まだ25だぜ。やっぱこの辺だよね、やっぱ村上とか岡本とかこの辺がいいよね、やっぱ、うん、若い世代の。そうだね、めちゃくちゃいいわ。見ます、ね、チームの看板を背負い、リーグを代表するパワーヒッター、うん、自己最多の39本塁打、113打点で2冠を獲得。素晴らしい、はい、いきますか、はい、ショー。気になる、気になる。ショー中田。おお、全然いい、ね、あ、でもそうだね、全然だ、うん、全然いいよ。あとは率か。でもホームラン出るよ、まあまあ、レーザービーム、肩めっちゃ強いもんな、確かに、うん、なるほどね。今シーズンちょっと頑張って紹介、紹介見せてもらっていいですか。電撃トレードで話題を呼んだ20年の打点を、豪快な一撃も華やかな守備もひたむきな汗があってこと。ああ、いいですね。ちょっと皮肉ってるんですか、ね、なんか、いや、ちょっとメッセージ性がある。メッセージ性ありますよね、うん、これなんか書いた人の、うん、なんかちょっと入ってるウィーラー。おー、ウィーラー、楽天の、あのあれね、ウィーラー似てる、似てる、まあまあまあ、アクション大魔王、うん、ですね、ウィーラーね、いいですね、うん、いいね。吉川、あ、吉川、吉川だけ見ますか。吉川、吉川いいよね、めちゃくちゃ強い、うん、うわ、吉川めっちゃいいじゃん。吉川いいな、イケメンなんだよな。僕正直ミートが D ぐらいだったら弾道こんぐらいのがいいな。ああ、わかります、わかります、ね、うん、なるほどね、わかるわかる、うんうんうん、ちょっとライナー性のね、打ってる感じね、うん、だから、うん、うん、いいね、うん、使いやすそう、足も速くて、北村、あれ、ヨウいるのかな、ヨウ大観選手か、あ、マル、マル、マルは、マルもいいじゃん、マル選手、まだまだ本当はもうミート、B とかあってもいい選手だよね。いや、全然ね、うん、そう、あの登場曲がね、うん、あの骨ボーンのチェイス、ね、あ、そう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 丸選手、梶谷、梶谷、武藤、DeNA、うん、うん、陽選手いない、いや、すごい、いないね、いないですね、いるかな、この重岡、あ、重信エースだ、重信、縦岡と松内足早、陽は、あ、いない、いない、そっか、もういないのか、あれなんて読むの、八尾坂、八尾坂って読むの、八尾坂ですかね、いかない、見ます、あ、あれが出る、八尾板、八尾板、八尾板選手、八尾板、あ、ほんとは板だ、板、土じゃなかった、板、うん、いや、巨人やっぱ、ね、八尾板、拓丸っていうの俺、超かっこいいな、かっこいいですね、名前めっちゃかっこいい、うん、まだ若い、拓丸、赤のリストバンド見つけよう、今度から八尾板選手巨人はやっぱ打撃陣が、うん、いけます、あー、広島みたいね、広島強いですよ、え、でも聖夜はいないか、俺はでも菊池選手みたいな、大瀬良、大瀬良強い、エース、ずっとずっと強いですね、チームね、でもシンプルだな、このあれが能力、本当だ、ほんまについてる、本当さ、青徳がついてる、え、クリアレン、クリアレン、クリアレンだ、最多勝のいいとこまで行きましたよね、あー、13勝してるもんね、はい、はい、本当だ、すげえ、そう、そうだ、このシンキングツーシームっていうのがこれが強いです、強いな、野村もいんのか、野村もいます、あ、でもそうか、なんか一時期すごかったよね、すごかったですね、野村はね、怪我とかもあるのかな、セラ野村エースだったけどね、うん、うん、うわ、エースです、エース、森下、今若手の、うわ、いいね、めっちゃいいね、変化球、3年目、超イケメン森下、あ、そうなんだ、はい、すげえ、超かっこいい、いや、揃ってるね、こう、はい、先発陣、あれ見して、プロフィールと選手紹介、誰、森下、大分なんだ、へぇ、24歳、大卒、大卒です、背中側に体重を預け、腕をまっすぐ振り下ろす、カーブを決め球にも使い、きっちりとイニングを食べ進める、食べ進めるだもはや、おしゃれなのかどうなのか分かんなかった、
なんか何を食べすごい大食い盛りした。そんな食いしん坊キャラとかでもないと思うけど、森下が今日もイニングを食べ進める。あんまイメージないけどな。かっこいいな、かっこいいね。あ、床田選手も床田選手、ね、サウスポーでね、はい、強いですよ。高橋選手、あとあれ見たい、あの抑えの栗林、うん、新人王、いいですね。ああ、これだ、これ、はい、うおすげえ、うわスプリットやば、大魔人やん。あれオリンピック、あ、出て、あ、オリンピックと出てました、出てました。そうだ、ちょっと待って、伸び、え、やばいですね、スピードストレートやばいね、めっちゃいいね。あれ綺麗丸、あ、そっか、最後、最後のピッ、抑えた優勝ピッチャーというか最後栗林じゃなかったでしたっけ、いや、ぐらい、そうかも、ぐらいの、うん、もうすげー、多分ジャパンの守護神ですよね今、とんでもないね、2年目、社会人ですもんね、愛知だ、うーん、栗でもないな、37セーブ、栗林ってローマ字で書くとあんな長くなんだね。確かに、栗林の説明文だけ見せて、ね、見よう。強靭な肉体と揺るぎない回転軸、世界レベルのスプリットで三振を奪い、新人タイ記録のな37セーブを達成、新人タイ記録なんだ。その前って誰なの、山崎とか、あーそうかも、取ってあるのかな、山崎か、あーすごいね、はい行きましょう、はい、相澤だ、相澤正捕手、これで相澤って読めるのに5年ぐらいかかったな。わかる、相澤もね、いいキャッチャーですよ。何年目の、16年目か、うん、いや、カープはキャッチャーが、競争が、あれ、クラは？クラはもういないかな、引退しましたがね、うん、今コーチとかやってるんじゃないですか。そうなんだ、石原選手ももう20年目とかやってますもんね。あ、でも板倉選手どこで出てる、いや、やっぱ相澤選手がいるから板倉選手、あの、いろいろコンバートして打撃めっちゃいいんですよ。本当だね、本当だ、シーシーやったらいい、うん、3、なんかあれだもんね、首位打者、あの打率2位とか、いや本当にめちゃくちゃ多分打ちますよ、痛く、うん、うわ、中村翔成だ、広陵の、そうです、うわ満塁男じゃん、さよなら男ついてる、いや中村くんもな、やっぱカープキャッチャー王国すぎてやっぱ試合に出れてないですよね。でも外野も全部やってますもんね、本当だね、ここだから4人登録してるってことだもんね、うん、やっぱ注目度高かったけど、うん、小園、小園選手、あと小園、え、ね、勝利とね、ひろみさんも、いや違いますよ、小園ですけど、確かに小園だ、ね、東京ビ、あ、違う、あの高校生ビッグスリーみたいな感じ、あ、めちゃくちゃ4年目、うん、これからだ、行ってみます、菊池選手、わ、見たい、守備 A だろうな、あ、B だ、うわ、補給 S、 S、 うわ、でも守備 B、 え、でも俺補給 S って見たことないかもしれない、補給 S、 もうエラーしないんだってことだね、もう多分グラブがこの辺でボールこの辺でも入るんだと思う、もう入るんでしょうね、シュッてこう補正が入って、チートだチート、守備 A でもいいぐらいだよね、本当に、そうですね、でもやっぱ 打てるしな、うん、バントもうまいし、そうだね、うん、パンチ力もあるし、いや、 いい選手だな、ね、菊池選手、立ち上がドラフトやったらすぐ取るな、菊池選手、うん、確かに、そうだね、覚、その時のために覚えとこう本当だ、田中、あー、ショート、今小園選手ですよね、なるほど、うん、出てないんだ、うん、あんまり出てないかもしれないですね、わ、西川選手とか、西川ね、西川だってあ、でもこんなもんか、そうか、鈴木誠也選手が抜けたからな、うん、カープは、そうか、ここに鈴木誠也入ってくるともう厚みがすごい ね、 ね、で丸もいたしね、そうか、そうですね、海山、松山、野間、宇部さん、野間、あ、じゃあ、野間すごい、すごいな、野間すげえ、走力 A、 レーザービーム、うーわ、なんでこういう評価なんだろうね、ね、すげえ、欲しい、ダイソー、いや、でも9盗塁ダイソーでガンガン出てたのか、
守備とかだけ見たらイチローですよね。うん、すごいわ。し守備し長野、長野もうでも全然まだまだ出てるもんね、やっぱね、ちょいちょいね。うん、いいっすね。あ、これなんて読むの。松髄、松髄、松髄優也。うわすごいな、すごいな、松髄選手かな。じゃあ、はい、あ、ドバイシみたい。あー、ブレイクしましたけども。はい、じゃあ行ってみますか。はい、はい、中日、大野、フルネーム大野雄大どうなった登録名なんていうの。大野33歳、めっちゃいいね、キレ知り上がり。いやー、これは打てないっすね。内角攻め、内角攻め、スタミナ A、 コントロール B、 安定。うわ、使ってみて。これってどういうあれなんだろうね。あの、いい意味で尻上がり、悪い意味でスロースターター両方ついてるっていう、この。ああ。うん。初回3回ぐらいはきついけど。初回は本当に能力ちょっとあるのかな。そうだね。だから本当に前半に。で、後半めっちゃ上がるの。かっこいいですね。で、スタミナも A なんだ、やっぱ。後半のがいい、抑えるって。なるほど、なるほど。わあ、強いっす、柳選手。うわあ、いいよ、変化球やばい。キレと脱三振リリース、めっちゃいいね。うん、いいっすね。福谷選手、うん、小笠原、甲子園のスター小笠原だ。おー、でも強いな小笠原。そうか、もう一皮向けたらもっと。そうだね、うん、勝つの、勝つの名前やっぱり松葉松葉選手、オリックスかな。祖父江、祖父江だ本当に、あの強いなぁ。な、あの東海で名古屋とかでロケやってると、うん、はい、ディレクターさんの名前祖父江さんとか。あ、いるいる、東海の名前の名字いるのよ。祖父江さんもあれかな、東海出身かな。そうなんじゃない。愛知だ、愛知だ。へえ、地元の選手だ、うん、強い。うん、あ、藤島、藤島選手。あ、まっすぐいいな、あの DA。 藤島選手と、あの藤島選手でしょ、あの6年目。どの、どの、伸び A、 伸び A だって。高校の時、はい、あのマネージャーと付き合ってた。違う選手じゃん。なんだよお前、なんだよ、同じ高校なのお前全然違う、知 ら, 知らないですよ。そうなの、違かった、めちゃくちゃプライベート。どこ出身、どこ出身。愛知。あ、じゃあ違う、なんかそういうあれがあったの。違う、そのプライベートのやつ。あ、これソフトバンクの、はい、めっちゃ岩崎選手、岩崎選手157。うん、でスプリット高い。そうか、赤がな、もったいないですね、一発とか。そうだね、うん、強いな。でも村番だね。うわ、強い。あ、セーブね。ストッパー、ストッパーだ、マルティネス、マルティネス、はい、野手が分かんないな。あ、そうか、大野翔太もいるから。あ、フルネームだ。なるほど、うん、いいキャッチャー。なるほどね。強打、強打がやっぱいいからね、あの根尾くんがやっぱショートに、そうっすよね、ね、行かないよね、固定されない。お、高橋、高橋、これ上杉の後輩ですよ。東海大。そうなんだ。なんかそうっす、2個下、1個下か2個下かって言ってたかな、うん、高橋周平。多分高橋周平は本当に多分あってた。藤島選手、本当マネージャーと付き合ってたそれなんてすごい情報なんだすごい情報なんだ。高橋周平だよね。めちゃくちゃ綺麗なフォームの、あ、あのコマみたいに回るで、同じもの、うん、もはやコマなんじゃないか。めちゃくちゃ綺麗にやっぱ理想のバッティング、ね、綺麗な軸をね、くるっと。めちゃくちゃいい。あ、どの上選手、どの上、懐かしい。この辺の高校野球ずっと見てたな。いいね、いい時代、いい時代。どっち？そうか、弟、多分弟、どっちだろう、兄弟ですもんね、うん、直道、弟ですかね、うん、うん、あ、見えるか、あれね、あの書いてあるか、そこに甘えた、すげえ、いや、内野どこでもできるみたいな、うん、ちょっと、見てみる、ネオ君、ネオ君見たい、ネオ君見たい。ああ、打撃、打撃か。そうだ、打撃だ。
意外性、守備は強いな。あ、そうなんだ。ちょっとあれ見して、選手紹介、うん、プロ初アーチを満塁弾で飾ったスター候補生、大幅に出場機会を増やして洗い出した課題をクリアする。洗い出した、はあ、いいね。まあまあこれからですよね、これからだよ、そうだね、急にやっぱ覚醒する可能性あるよ、まだ21だもん、2000年、そうですよ、うわぁ、あの背中のネオあれかっけぇ確かにネオかっこいいっすね、俺もネオがいいなね、この背中の背番号の名前、ビシエド選手まだやってるんだ、いいですね、強いわ、うん、やっぱり見たい、いんだよ、大島見たいね、あ、大島見たい、うん、クーダー、うん、ね、うん、はいはい、大島行きましょう、あの大島イベントで、はい、この名前になってた、はい、大島傭兵になったの大島、うわー、うわー、いいですね、でも、うわ、いいよ、最高の1番バッターですよ、うん、理想的じゃん、理想的な1番 B やって、総力 A、はい、ずっといいね、ずっと打ってますよね、うん、ミートね、大きいままカンってシングルヒットで出塁したので、ね、確かに強いわ、チャンスの作り方を知り尽くす、アンダ製造の生き字引き生き字引きリーグ4位の160アンダを放ち、スピードも1009かっけー、福留製造いきますか、はい、わあ、やっぱ怪我し、まあまあね、呼吸そんないんだね、いいね、呼吸いいの本当はね、まあ、監督候補ですもんね、福留選手、平田、うん、あ、どういいじゃん、でもね、やっぱ強いね、このやっぱ能力いいまま、うん、休んでるからね、うん、ちゃんとできるんだぞっていうまだ、うん、ベイスターズ、はいはい、うわ、今永選手、今永、そうか、うん、ちょっと落ちたか能力、なんか俺のイメージベイスターズはもう打者がみんないいっていう、ね、うーん、そうかもしれないですね、うん、サウスポー王国なんですよね、あ、そうなんだ、ベイスターズは左左、本当だ、で、東選手も左なんですよ、左、本当だ、うん、そうなんだね、すげえ、先発にサウスポーめっちゃ多かったイメージ、うーん、そうか、分かんない選手多いな、確かに若いですもんね、全体的に、うん、あ、そうなんだ、はい、平田選手、砂田選手、エスコバーしてる、エスコバーだ、強い、うん、すげえ、160キロ、うん、山崎っすね、山崎、うわーいいね、うん、あの進化やば、やばいっすね、高速進化、29歳、牽制球投げないで同じ投げた、まだ投げた、どう、いや、まあ、去年のあれ以来どうなんすかね、まだ投げてないんじゃない俺も投げてないから一緒だよ、ね、投げないでしょ、それ三島ね、三島強い、中継ぎ、はいはいはい、うん、あ、でもこの裏は安定してんだろうね、きっとね、この3人めっちゃ強いもん、あ、まあ、でも4、うん、防御率はちょっとあれだけど、いい選手ばっかり、うん、はい、さあ、俺、野手気になる、伊藤、伊藤ね、オリックスにいた伊藤光る、はい、正捕手だったのかな、あ、でもなんか、は、いろんな選手出てる感じかな、うん、出た宮崎選手、崎さん、おー、いやー、そうか、もっとミートとかありそうなイメージだったけど、そうか、3割で16本打ってくれてる、ね、ありがたい、33歳、そうか、ちょっとベテランになってきても、うん、そうか、うん、柴田選手、はい、佐野選手、佐野選手ね、ここも3割17本、ほんとだ、左打ちかっこいいんだよな、打ち方、うんうん、すげえ3割超えてるよね、みんな、打者いいね、じゃあ、うん、ほら、オースティン3割28本、めっちゃよくない、めっちゃいいじゃん、めっちゃいい、打線やばい、まだこれで終わらないから、ね、外行って、で外はもうホームランバッターで、牧がいるから、牧、ね、やばいっすね、ほら、ほんとだ、ルーキーとかです、2年目とかじゃないですか、ミートもうちょっと、ね、あってもいい、入れてもいいよね、2年目だって、めっちゃいいね、めっちゃ強、なんかわかんないけど3番打者いっぱいいるみたいな、うん、あ、確かに確かに確かに、ほんとだ、めっちゃ強いじゃん、うん、ヤマト、うん、阪神のね、あのヤマト、はい、
え、あの山と。あの山です。宮本、田中、あ、桑原もいる。あ、桑原ね。ほら、わあ、一番。これヤバくないです。強いですね、打線。打線強いよね。強いね、ベイスター。これあの、多分このね、去年の順位以上にこの対戦で使ったら一番使いやすいかもしれない。確かに。DeNA。打つの楽しいですね、これは。素人目で言うと、じゃあ、うん、投手がもっとガンとこう年齢上がって育ってきたら、もしかしたらすごく全然強くなるかも。あるんじゃないですか。いいね。関根選手ね。将来性。はい、はい、ということで、はい、セリーグ見ていきました。はい、はい、2本立てかな。結構長いですね、2本立て。これ2本今でもこれ多分30分ぐらいやってますね。もっとやってますよね、多分。確かに。で、パリーグ熱的には大島パリーグ好きだし、はい、うん、俺はもう知ってる選手多いから、うん、じゃあそうだね、2本目に行こう。行きますか。はい、そうですね。すね、じゃあ、はい、一旦ここで、はいはい、セリーグバージョンということで、はいはい、ぜひ皆さん高評価、コメント、チャンネル登録、はい、そしてあの選手気になって、はい、あ、確かに、うん、私この選手好きですよとか、はい、教えてください。次はじゃあパリーグでお会いしましょう。はい、はい、今日も見てくれてありがとうございました。また明日も見てね。バイバイ。